ハイアイルは基本的にとても平和だし、ここが好きだ。本土の混沌を忘れ、ゆっくりできるから。この島の気候は独特で、あらゆる種類の奇妙で美しいものを育んでいるわ。朝の後ろに乗って大切な荷物が届くはずだったんだけど、来てなくてね。我々がどうしていないと人々に信じさせなければならない。遠い昔、私たちドルイドはタムリエルとその苦しみを後にしたの。でもここで私たちの古き道は生き残った。騎士は持っている武器ではなく、誰と共にあるかで判断されるべきだと思っているわ。こうして島の燃える心臓が見えると、自然の秩序の雄大さと力がわかるだろう。自然の均衡が崩れてるんだ。嵐、そして炎が古き体制を打ち倒すだろう。で、ドルイドの小屋にまず、あ、まずここだ、うん、さっきこれデスカーシャドウあんな目の前に。どっちから行くのが正解。これこっちから行こう。夜が明けたね。まだ3時なのに昼が長いんだね、このタムリエルは。もしくはそういう季節なのかもしれない。今アブヘイン礼拝堂、あれだな。なんだ、ソウルレイザーがいるぞ。どうやら敵がいるね、ここは。あ、なるほどね、霊廟だ。ここ肉バイがいる。あれか、アイランドフレッシュフレ。これなんかありそうだな。こういうところが敵のアジトになっていること多いよね。今は入れない。なんかいる、ソウルレイザー。なんだ、スキューバ。なるほど、
ソウルレーザーの鎧がすごくかっこいい気がするんだよね。かっこいいね。これいつかないかな。モチーフとして出すみたいな。だから。はい。シストレスの探検。とりあえず帰ろうか。ジェナルダービンのところに戻る。これか。でどこにいるって？ここだね。反対側。魚と汗と塩と悪意の匂いさ。盗賊ギルドのやつだな。完全に。今度は何がしたいんだ。あれだ。見ろジェナルダ、戻ってきた。まだ酔っ払ってる。ハイパートナーに材料を渡してくれたまえ。おかえりなさい。私の指示は役に立った？まあね。全部見つけられた？お願い、見つかったって言って。ヒルグリムがゲップをしてうめき、私たちがこんな苦境に陥ったのは自分のせいじゃないって言い聞かせる声を聞くのはおしまいにしたいの。さあ、材料は全て揃った。これで酒を作れ。すごい、本当に集めたのね。ああ、これであの傑作を作り直せる。あれがただの偶然じゃなかったことを祈るわ。ヒルグリムのためにも。もしそうだったら彼を殺しちゃうかもしれない。さあ、報酬よ。助かったわ。あなたが思ってる以上にね。試してみたいから混ぜ合わせる時間をちょうだい。どうぞ。ほら、ヒルグリム、試して。もう飲んでるの？たぶんスパイスをあと少し。あれ、完璧ね。いい感じよ。殺したの？
いや、そういうわけじゃん、寝てる。私たちのお酒は大成功を収めそうよ。ハイアイルでのんびり過ごしている連中が飲みたくて行列を作るはず。ヒルグリムと私が望みを叶えるのよ。もちろんヒルグリムの二日酔いが治ってからだけどね。二人はこれからどうするんだ？ヒルグリムが立ち直ったらまとめて大量のお酒を作る。そして売るわ。その後港や酒場とか通りに持ち込む。美味しいものを探してる喉の渇いた金持ちがいるところならどこへでもね。なるほどね。ヒルグルムに新しいバッジを飲ませないことはできるか？もちろん、ちゃんと対策を取っておくつもりよ。まずヒルグリムに味見をさせない。なるほど。彼の特権を正式に没収する。第2に、できたものは安全な場所に隠す。第3に、飲んだら殺す。大丈夫なの？殺してしまったら、ね、新しいお酒が作れなくなるんじゃないか。まあ仲良くやってくれよ。というわけで次に行こう。ドルイドの小屋に行くんだな。殺す。ゴドラン将軍は、でもあなたに命と名誉を救ってもらったそうね。あ、本当に。ああいうカップルはだいたい嫁さんというか彼女側が厳しめだよね。まあ幸せならいいんだ、どんな形であれな。さてと、こうや、そんなに遠くないね。歩いていけるな。あれじゃない？あれだ。不思議な建物だな。だ。あ、トマトがなっていますね。美味しそうだね。これなんだろう、トウモロコシかな。まだでもなってない。ここか。ドルイドリーバーナ、この人だ。いいね、こういうところで生活しているなんていうのがいい魔女。うん、ごきげんよう旅の方。あ、美人です。何かできることはある？湿布が欲しい？すごい美人。それとも薬草茶？てかやっぱりおかしいな、この銅のあたりのテクスチャーが。ギルド賢者ベイレシアとギルド将軍クエンティンを探している。ああ、あの好奇心旺盛な魔術師といかめしい戦士ね。ここに立ち寄ったわ。本当に。はぐれ騎士のせいで辺境も危険になったと言ったら、彼らは調査することにしたみたい。騎士を最後に見かけた場所を伝えたらすぐに出かけていった。これはやばいな。これはやばいな。今までに会った NPC で一番綺麗だな。彼らをどこに送ったんですか？南西の空き地へ。地図に場所を記しておく。最後に薬草を取りに行った時、騎士の一団がたむろしていて、おかげで手ぶらで帰ることになったの。二人には危険かもしれないと警告したんだけどね。なるほど。ハイアイルにドルイドが多いのか。シストレス諸島にはあちこちにドルイドがいるわ。本土とは違ってね。遠い昔、私たちドルイドはタムリエルとその苦しみを後にしたの。でもここで私たちの古き道は生き残った。なぜドルイドは本土を去ったんだ？
ブレトンに混じって暮らしていた私たちの祖先は、文明は自然と共存するべきで、自然を手なずけようとしてはならないと考えていたの。やっぱリーチと。でもディレニ王朝の初期、ブレトンと私たちの祖先はハイロックの魂をめぐって争うことになった。なるほどね。何があったんだ。敗れたのよ。追放されることになったドルイドたちは、信仰を守って生きていける場所を探して旅立ち、このシストレス諸島にたどり着いたの。なるほど。ウィルドの信者たちは本土に残り、ドルイドとは異なる道を歩むことを選んだ。ドルイドとは何なんだ。古き習わしに従う者たちよ。イフレの神官と呼ばれることもあるけど、それは真実のほんの一部。私たちは大地の子、ウィルドと同じようにね、自然と調和して生きる道を求める者たちの案内人であり、道を示す者。私たちは人は金属の王冠にひざまずくべきじゃないと考えているの。なるほど。ウィレスのようなものか。いいえ、ウィルドのことは知っているし、その信仰には敬意を払っているわ。ドルイドとウィレスは同じ木から育った別の枝だからね。なるほどね、うん、あり方が違おうが、私たちは同じ世界の一員、避ける気はないわ。もちろん一部のサークルには違った見方をする者もいるけど。グレンモリルとか。サークル、それは何だ。サークルは志を同じくするドルイドの仲間のこと。イフレの意思にはいろいろな解釈があるけれど、同じサークルのドルイドは共通の伝統を持ち、目的も同じ。私が所属するのはストーンロアサークル。ここでの仕事を通じて皆の模範となり、人々を導こうとしているのよ。なるほどね。シストレス諸島には他にもサークルがあるのか。ええ、この諸島の果てまで旅すれば、エルダータイドやファイアソングサークルのドルイドに出会えるでしょうね。ファイアソングはほとんど自分の島から出ないけれど、エルダータイドには注意して。彼らは町や本土の人々を嫌っているの。なるほどね。ウィルドとは何なんだ。ウィルドはブレトンの魔女のこと。ドルイドと源流を同じくする教えと習わしに従っているわ。私たちは本土を離れたけれど、彼女たちはハイロックの森を守るためにとどまったの。なるほどね。他の違いは。違いより共通点の方が多いわ。一番わかりやすい違いは、ドルイドは全ての性別を受け入れるのに対し、ウィルドは皆女性だということね。ああ、そういうことか。それから私たちは共通の信念を持つサークルを組織するけれど、ウィルドの姉妹は魔術結社を作るということかしらね。確かに、そういえば女性しかいないね。いや、にしても私読書も好きなんだ。一応覚えておいて。あ、そうだったな、ミンティ。そういえば本棚を調べると喜んでくれるんだったね。にしても美人さん。ドルイド・リーバーナ。ちょっと写真撮らせて。なんか声もなんかすげえなんか色っぽい艶やかな声してるし。なんなん。ごめん、ミリーの前でこんなこと言ってた。違うんだ、ミリー。違うんだ。綺麗だねって言っただけなんだ。さて、これはギルドの代表、ここにいるのか。行こうじゃあ。もう突っ切ってしまおうかな。あ、いいところに。綺麗だな、ひまわり畑。でもあれだね、タムリエルのひまわりは背が低いんだね、どうやら、うん、なんかやってるぞ。鹿人間とインプが向き合ってるだけなのか。遊んでんのか。あれなんだ、若きブルケッシュ。若きブルケッシュ。ああ、こっから出てきたってことなの。ああ、そういうのがあるんだ。こういうことあるから気をつけてねってことでしょ。だから、あ、ちょっと待て。超越の騎士たちがいる。様子を伺おう。
あ、いた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 。こっちよ。ベルシャ。ちょっと助けてほしいの。なんかあったみたいだな。あ、また会えて嬉しいわ。この島は思っていたよりもずっと危険みたいね。何があったのか教えてくれ。ギルド将軍クエンティンはドルイド・リワナへ会いに行く私に付き合ってくれたの。この辺りにはぐれ騎士がいるって話をリワナから聞くと、クエンティンは調査に乗り出したわ。調べてみるとそのはぐれ騎士は超越騎士団だったの。なるほど。私は殴り倒され、クエンティンはそのまま連れて行かれてしまったわ。ギルド将軍クエンティンは負傷したのか。いいえ、超越騎士団は明らかに私たちを生け捕りにしようとしていた。なるほど。害する気だったら身を隠す魔法を唱えて逃げられなかったと思う。私たちを探しに来てくれたの？レディに言われて超越騎士団が会議の代表団を狙っていると警告しに来た。そして私たちの目的地はリバナに聞いたのね。そうだ。よかった。じゃあクエンティンを助けに行きましょう。超越騎士団が彼をどこに連れて行ったのか分かるかもしれない。でもまずは安全な場所に行かないと。ドルイド・リワナの小屋で会いましょう。分かった。超越騎士団に尾行されたと思うか？いいえ、私たちは奴らがキャラバンの襲撃を終えたところに出くわしたの、うん、でも奴らは私たちの素性に気づいたか、地位を考えて殺すより捕まえた方がいいって判断したんだと思う。なるほどな。あなたは警告に来たんでしょ？何か掴んだの？超越騎士団は灯台を壊した。レディ・アラベルの船を難破させたの奴らだと思う。船を難破させた？ああ、そうだ。どうやったらそんなことが仕組めるの？わからん。超越騎士団がバカロ教の会議の計画を察知していたってことよね。集団でここに来て想定外の問題を引き起こしているんだから。なぜ奴らは生け捕りにしようとしたのと思う？私たちが代表団の一員だと気づいたとすれば、会議を妨害するための使い道はいろいろあるでしょ。ただの金持ち貴族だと思ったなら身の代金を宝つもりだったとも考えられるわ。推測はできるけど、あの騎士を名乗るただの野蛮人たちが何を考えていたかなんて分かるわけないわ、うん、そうだな。最後に会ってから何をしていた？招待メダルを代表団に届けてからずっとレディ・アラベルに同行していたわ。皆がハイアイルへ滞りなく到着できるようにね。なるほどね。でもどうやら超越騎士団との因縁はなかなか断ち切れないみたいね、うん、よし、小屋に行こう。なんもないだろう。一応調べるか。なんか読み物かなんかあるかなと思ったけど、なさそうだな。じゃあ小屋に戻ろうか。あ、ここにもいる。至る所に嫌がるな。道間違えたか。飛んでんのか上を。何か気配があるなと思ったら、高いなこれ。ベルシア、ベルシア、分かった。友人を探すため必要なことをして。助けに来てくれて本当にありがとう。レディ・アラベルはまた正しい選択をしたようね。さあ
ギルド将軍クエンティンを探しましょう。彼を連れ去った悪の騎士たちもね。クエンティンをどうやって追跡できるんだ？魔法をかけた招待メダルを覚えているかしら？ああ、覚えてる。代表団は全員が持っているから、私の魔法をたどればクエンティンを見つけられる。なるほど、便利。見てみましょう。北東、入り江の反対側へ。廃墟になった礼拝堂、墓地も見える。クエンティンは間違いなくそこにいるわ。なるほどね。各代表団がメダルを持っているなら、それを使って消えた船を見つけられるか。船の遅れに気づいた時、レディ・アラベルに不助を追うよう頼まれたわ。うん。でもメダルには接触できなかった。なぜだ？ずっと遠くへ行ってしまったのか、もしくは他の魔法が私を妨げているのか。なるほどね。私には何も感知できなかったの。その遺棄された墓場に直接乗り込もうか。いえ、まずはレディ・アラベルのところに戻ってこの情報を伝えましょう。なるほど、わかった。ギルド将軍クエンティの救助に乗り出すのはそれから。レディ・アラベルの小さな集会場で会いましょう。確か野外オフィスと呼んでいたわ。ああ、言ってたな。そこで会おう。野外オフィスね。あなたの友人が見つかることを祈るわ。はぐれ騎士が島中を荒らし回っているだけでもひどい事態なのに、これは想像以上にまずい。ハイアイルの上空に闇の嵐が集まっている。私はサークルの者たちに守りを固めるよう警告するわ。うん、そうしてください。よし、行こう。かわいいブレトンちゃんはいくらにでも会ってたけどね。アブヘイン礼拝堂みたいだけれど、メダルが一つだけ。ふん。ヴェイレシアが現在の状況を知らせてくれたわ。彼女はおそらくクエンティンが閉じ込められている場所を掴んだんだと思う。イリエの北岸にあるアブヘイン礼拝堂の地下墓地よ。救出作戦に同行してもらえる？クエンティンの救出を手伝おう。ありがとう。566年の国境襲撃でゴーティエ将軍をリーチの要塞から救出した時のようね。あれは素晴らしい冒険だったわ。そんなとこに捕まったの？ただヴェイレシアが他の消えた代表団の居場所を占えなかったのは残念ね。消えた船に乗っていた代表団について聞いていいか？あなたは真相を知る資格を手にしたと思う。私の全幅の信頼も得たわ。船には上級王エメリック、アイレン女王、スカルド王ジョルンの息子イルンスカー王子が乗っていたの。結構つまりタムリエルの指導者たちを亡くしてしまったということになる。なるほど。同盟の指導者たちは和平交渉に自ら出向くことを決めたのか？危険だと警告はしたけれど、念入りに予防策は取っておいたわ。明らかに足りなかったけれどね。クエンティンと超越騎士団を見つけたら行方不明の王族が見つかるかもしれないわ。なるほど。入江の北の礼拝堂で合流して調べてみましょう。わかった、そこで会おう。私たちは入江の北岸にあるアブヘイン礼拝堂で落ち合う予定よ。すでに密偵を送って周囲を偵察させているわ。警戒を怠らないようにね。超越騎士団が平和裏にギルド将軍クエンティンを明け渡すはずがないわ。これが罠だったら、どんな状況だろうとクエンティンを見捨てはしないわ。あ、今のはいいセリフね。書き留めておきましょう。それに、そう、危険を犯すしかないわ。クエンティンを救うためにも、消えた同盟の指導者の手がかりをつかむためにもね。同盟の指導者もそこにいると思うか？彼らのメダルがあそこにないのは分かっているわ。海でなくしたのかもしれないけれどね。とにかく超越騎士団が礼拝堂を拠点にしているなら計画がつかめるかもしれないわ。
同盟の指導者を探す場所の手がかりだってあるかもしれない。うん、まあ、この辺りは聞かなくていいよね。皆さんご存知でしょう。なんか知らないみたいな、何も知らないみたいな、記憶障害なのかって思われるのも嫌だし、ね、知ってますよそれは。でやっぱりそうなんだとやっぱりここなのかと。朝日です、ね、行くよ。行こう。いや楽しいな、楽しい。新しいストーリーは楽しいよ。下からぐるっと回るみたいなのもできない。まあできないだろうな。ベルシュ、あ、みんないるじゃん。なんだ。ジャカーン、なぜ？なぜ？よし、開いた。他に開けてほしい情報あるか？そういうことね。ウェイレシアはどうだ？ いえ、ないわ。ジャカーン、今はそんなことをしてる場合じゃないの。墓場を調べましょう。墓場を調べよう。よう、まだ自己紹介していなかったな。俺はジャカーン。戦士は戦士でも愛の戦士だ。知ってるよ、そんな。だからレディアラベルもあんたを引き込んだんだろう。なんでここで自己紹介した？俺はロックピックを使ってせっせと借りを返してるところさ。ベイレシアとの関係はどうなっているんだ？ベイレシア？かわいそうだが、俺に惚れちまったみたいでね。鼻につくな、やっぱり。その気持ちを踏みにじるわけにはいかないだろう。少しは誘惑してるさ。口説かれるのを待ってるかもしれないしな。彼女は興味がないようだったが。まあ、あんたがそう思うのも不思議はないな。ウェイレシアは本当の気持ちをうまく隠してるからな。それに彼女は同僚との恋愛をためらってる。そのうち考え直すだろうけどな。ダメなら諦めるよ。ただ、そうなったことは一度もない。一度もね。鼻につくな、お前、やっぱりなんか。なんだろうな、こんな嫌なやつじゃなかったんだけどな。よし、行こうか。クエンティンのメダルの正確な場所はわからないわ。ここのどこかよ。ここのどこか。前を見てくれ。尾行されていないか、誰か扉を見ていてくれ。気をつけてくれ。任せて。気をつけてね。ああ。レディがついてくる。やっぱり優しいな。クエンティンが最優先だけど、油断しないでね。超越騎士団が何を残していったかわからないから。わかりました、レディ。一本道だな。暗いね、随分と。ネズミちゃんをやってしまった。戦い方は家で覚えた。てかレディも強えな。普通になんかあるぞ。超越の宣言。タムリエルの民を聞け。救済の時は近づいている。ただ手を伸ばす勇気さえあればいい。我々は超越騎士団、すべての国の平和の、すべての国の平民のために戦う、民の騎士団だ。
我らの敵はお前たちを隷属させ、すべての国で力と権威を独り占めしようとする者たちだ。我々はお前たちを支配する者に抵抗して立ち上がる術を与えよう。そしてお前たちは自分自身の支配者となる。お前たちは三期戦争を求めてはいなかった。これはすでに統治されていた土地では満足できない王や王女王たちが始めた戦争だ。タムリエルの平和的な人々が彼らの強欲ゆえに苦しみ死んでいる。お前たちは自らの地で貴族の野心を尻拭いさせられている。お前たちが自ら立ち上がりやめろというまでこの運命は変わらない。すべての者にとって平和と、繁栄の道は一つしか存在しない。すべてのタムリエルの国家で腐敗した政府を転覆させることだ。ハイロックの民はアルゴニアンに、危害を加えただろうか。レッドガードはダークエルフに対して恨みを抱いているか。否、そして否だ。強欲な君主が新たな土地や民を屈服させるだけのためになぜお前たちが戦わなくてはならないのだ。我ら超越騎士団と共に立てばお前たちの生死など、死がにもかけない王や、女王たちを止められる。我らの仲間となれば力を合わせて世界を変えられるんだ。帝国にしよう。超越騎士団のビラ、どうやら騙されないでよ。奴らはそんなに慈悲深い連中じゃないから。もちろん。でもクエンティンはまだ見つからない。進みましょう。果たして国家を転覆するのがいいことなのか悪いことなのか、それがどんなに悪い国家であったとしてもね、国家が転覆して国家が機能しなくなったら、まあどうなるかっていうことよ。まず最初に無法地帯になるってこと。無法地帯になるとどういうことが起こるかっていうと、その民から悪者が出てくるじゃない。あ、ちょっと待って。超越騎士団が行方不明になった船の船長を捕らえてるの？でも指導者たちは？まずは墓地への道を開いて船長たちを救出するのよ。クエンティンも一緒かもしれない。だからね、死がね、近くに寄ってきちゃうの。脅威が近くに寄ってきちゃうの。隣の人が、ね、その隣の人が、悪になりかねない状態になるの、無法地帯になると。だから、どんなに悪性を強いている、ね、国家であれど、それを崩してしまうということが、本当にいいことなのか、ね、その崩すとする、まあ、団体だったりね、がどういう地位に、その国の地位にあるものなのか。だからそのなんだ、クーデターと呼ばれる、例えばね、そのなんか悪政を敷いて、まあなん独裁政権だったね、国家の、まあ、トップをね、まあその下のね家臣たちが、まあなんだろうな、憂いて、まあ転覆させるっていうことであれば、国家っていうものは存続しようがあるじゃない。そういったものだったらわかるけど、民たちが立ち上がって無法にしてしまうってことが実は一番怖いんじゃないかとか、思ったりもするわけ。何の話だってなっちゃうけど、ごめんなさい。で、今ちょっと取ったなんだ、クエストアイテム、これね。いや、読めない、もしかして。ちょっと待って、読めなくなっちゃったな。今のだよね。偵察報告書。読めない。ちょっと待ってた。あ、これね。グレナルダのエール。まあいいや。ちょっと動画の編集して一時停止しとくんで。南の話。レディ・アラベル。え、カリン先生。カリン、ザジ、スゾ、
無事でよかった。あ、みんないる。でも代表団はどこにいるの？すみません、任務を果たせませんでした。ザンジは無事じゃない。喜んでいるところ悪いが、敵が来るぞ。ジャカン、船長たちを解放して、あなたは超越騎士団を食い止めて時間を稼いで。もう来た。どこから来るんだ。あそこか。ちょ、そんなにうまく。よし、ヴェイレシアと船長たちを安全な場所へ。クエンティンは任せて。クエンティンは騎士たちが連れ去ったばかりよ。尋問していると思う。それなら急がないとね。行きましょう。話せない。カリーンとか話せない。カリーン、ザジ、ズズ船長って誰だろう。初めて会うな。キャスカとかいねえんだ。他に捕まってるやついないね。レディ行きましょう。こんなところにひまわり咲いてる。クエンティンのところに行く。あそこ、クエンティンよ。どこだ、あれだ。何を話しているのか聞きましょうか。新たな平和の時代が幕を開ける。陶器玉座にひざまずくのをやめ、自由なる者たちが手を携え立ち上がる時代がな。これはお前の戦いではないが、どうする？俺は戦争で全てを失った。よし、協力しよう。何をする？騎士団がクエンティンを勧誘してる。やめさせないと。なんか乗り気だな、クエンティンは。レディ、どう考えるべきかしらね。クエンティンは機転が利く人物だから、彼らの仲間に加わるふりをしている可能性もあるわ。なるほど。でもあれが演技だったとは思えない。彼は戦争で奥さんを亡くしているし、そこから立ち直れていないわ。でもあいつらと一緒にここへ置いていくわけにもいかない。そうだね。見つかった。よいしょ。ムカデなんだよな。ムカデ邪魔だな、マジで。上手くなってきたと思う。でも鼻にかけたらダメだよね。そうだよ。人手がここに置いてある。なぜだ。なんかああいうの意味がある。そうだよね。魔導士、代表団はこのメダルを持っている。招待状と鍵の役割を果たすものだ。持っておけ。
後で必要になるかもしれない。完全に裏切ってる。だが今はあの邪魔な捜査官を始末してもらいたい。できるか？レディ・アラベル。しかしあの女、腕利きを雇い手を借りている。片付けろ。クエンティン、もう決めたようね。あれは？ちょっと待って。あれ？おかしいな。クエンティンが二人に見えるんだけど。いや、同化した。なんだ、おかしいな。疲れてんのかな。敵を引き出すときにはいくら注意しても足りない。今のが最後？よかった。まだいるぞ。気を抜くな。重装だとね、どうしても隠密しづらい。敵の探知距離が広がっちゃうというか。チャンスだクエンティン。民のために愚か者を止め、打撃を与えろ。だったらやってやる。すまない、レディ・アラベル。もう決めたことなんだ。超越機関のために。将軍に邪魔させるわけにはいかない。残念だったけれど、よくやってくれたわ。外で話しましょう。クエンティン、残念だよ。レディはどこにいるの？あ、いたいたいた。ギルド将軍クエンティンが敵対するとは思わなかった。もちろん死ぬことも望んでいなかったわ。私が気づかないうちに超越騎士団への共感が広がっているみたいね。慎重に行動しましょう。特にこれからは信用する相手を注意して選ぶべきだわ。そうだな。他の連中が裏切ると思うか？予期してはいないわ。だからといって隙を見せるわけにはいかない。まだ全てが水泡に帰したわけじゃない。遭難した船の船長は救出できたしね。海で何が起きて、同盟の指導者の身に何が起きたかを聞き出しましょう。ジャカーンとベイレシアは船長をどこに連れて行ったんだ？私のゴンファローネ湾の別邸、マンドレイク邸よ。地図に記しておくわ。ジャカーンやヴェイレシアと私はマンドレイク邸を拠点にしているの。なるほどね。あそこなら他のどこにも負けないくらい安全なはずよ。どうしてマンドレイク邸と呼ばれているんだ？ああ、名前の由来は私の好きな本よ。引退後のために買った別荘で、私の思い出の品が保管してあるのよ。じゃあマンドレイク邸で救出された船長から話を聞きましょう。わかった。ゴンファローネ湾で会おう。なるほど。
とりあえずマンドレイク邸に行く前に旅の箱を開けようか。こっちはねえな。あれもちょっとやらないとね、クエストね。まあでも先にこっちやマンドレイクってこれだ。さっきのすごくいいねって言ってた邸宅がマンドレイク邸なのかな、もしかしたら。いたわね。中に入ってカリン船長と話して、海で何が起きたのか聞くのよ。私は考えをまとめる。うん、レディと話したいんだけど。中へ入って、カリン船長と話して、彼女や他の船長たちの船に何があったのか聞いてくれる？私は手に入った情報を検討する時間を取りたい。話が終わったら手がかりを付き合わせて謎解きを始めましょう。いよいよご対面。